こんにちは、ダニエルです。今日はですね、元社員が解説、楽天の新卒入社の難易度と内定のコツっていうところで送っていきたいと思います。人気のですね、楽天ですけれども、内側のですね、採用のロジックとかそういうものが分かってれば、内定ってそんなに難しくないので、ぜひ参考にしてみてください。音声だけでも聞けます。はい。まずですね、僕の自己紹介なんですけども、2015年に楽天で新卒入社しましたと。はい。で、楽天市場事業部、編成部、マーケティング部、クリエイティブデザイン部などをですね、経験してきました。楽天市場 MVP 賞も取ったことがあります。はい。そんな僕がですね、今日はですね、楽天の採用ステップ、難易度すべて、解説していきたいと思います。その他、このチャンネルでは就活転職、ランキングネタを扱ってますので、ぜひチャンネル登録していってください。はい。で、なんでですね、今日この動画撮ろうかと思ったかというとですね、僕のブログでですね、この就活系の書いてるブログがあるんですけども、楽天新卒難易度っていう検索がですね、めちゃめちゃ同化してまして、なので、こういったところのニーズがあるっていうところで動画に撮ってみました。はい。早速ですね、楽天の入社難易度っていうところで言うんですけども、難易度で言うとですね、SS っていうところですね。はい。これですね、キャリタス就活さんのですね、業種別の、入社人気ランキングっていうところなんですけども、通信情報サービス業だとですね、1位が楽天、2位が野村総合研究所、3位 NTT とか、他ですね、IBM とかソフトバンクグループとかっていうのが並んでるんですけども、就職人気ランキング、IT とかだと大体楽天がですね、1位から3位ぐらいに入ってるっていうところなので、なんでしょう。偏差値というかですね、難易度で言うと、S クラス、SS クラスっていうところが言えるかなと思います。はい。実際の、数値で言うとですね、こんな感じになってます。はい。まずですね、ウェブエントリーですね。4万人から5万人以上がウェブで楽天に対してエントリーをしてます。結構な数ですね。はい。そのうち採用人数が300人からっていうところですね。実際僕がいた時はですね、新卒で360人ぐらいが採用されてました。なので、300人から350人、400人未満ぐらいが採用されてるっていうところですね。で、想定倍率で言うと、この4万人から5万人を300人のところですね、これ計算してみると、だいたい100倍から160倍ぐらいっていうところですね。はい。結構高いですね。で、希望部署への配属。これ入社してから、例えば営業部とかデザイン部とか、楽天市場事業、楽天カード、楽天銀行に入りたいみたいになった時に、新卒の研修があった時に希望部署みたいなのを書くんですよ。はい。で、人気の部署だとですね、大体ですね、10倍ぐらいいくところもあったりしてですね、かなり、高くなってます。なので、想定の入社の倍率を、そこからさらに希望倍率でいくみたいになるとですね、数百倍から1000倍近い倍率にはなるかなっていうところですね。はい。なので入社の難易度、そこから希望の部署に行くってなるとかなり難易度は高いっていうところになります。はい。で、実際の楽天の採用ステップでいうとですね、こんな感じになってます。今コロナ禍なのでオンライン面接が多いですね。harutakaっていうですね、採用のツールをですね、今楽天は使ってます。選考の流れでいうとですね、まず、エントリーですね、登録して、自分の、ES みたいなエントリー情報を登録すると。で、その後にウェブテストを受けますと。で、オンライン面接なので、その後面接を実施しますっていうところですね。だいたい3回前後っていうところですね。そんな感じでですね、面接をしていって、最終的に内定っていうところになります。はい。で、実際にこの採用のステップとかですね、あんまり問題ないんですけども、実際に内定をするときに、どういう点をですね、楽天は重視しているかっていうところですね。結論から言うと、楽天の成功のコンセプトっていう条文がありますと。これ5つなんですけども、そこの評価採点基準になってますっていうところですね。はい。この成功のコンセプト、具体的に言うとですね、1つ目、常に改善、常に前進。2つ目、プロフェッショナルリズムの徹底。プロ意識の徹底みたいなところですね。3つ目、仮説実行検証仕組み化。4つ目、顧客満足の最大化。5つ目、スピードっていうところですね。これがですね、実は新卒の、採用の評価基準、また、転職の、評価の採点基準。かつですね、これ、人事評価、中のボーナスがもらえるとか、昇給の評価もですね、この5つの項目がメインになってます。これの評価採点基準っていうところですね。はい。これを覚えておくとですね、結構内定に近づくっていうところがあります。はい。ということで、今日はですね、楽天新卒入社の難易度、採用ステップとコツを伝授っていうところでお送りしていきました。その他ですね、このチャンネルで楽天の入社のコツ、内定のコツとかですね、結構アップしてますので、ぜひチャンネル登録していってください。今日もありがとうございました。